ブログやりながら SNS やってればいいわけじゃないんですよ。まあ少なくともちゃんと自分のポジショニングっていうのは明確にしてください。一般的なこの豆知識程度ではやっぱりうまくいかないので、そういうツイートをやっぱり積み重ねないようにしてください。はい、今回も視聴者さんからの質問に答えていこうと思います。最近では SEO だけではなく SNS からも集客する方がいいと言われています。そこでブログと並行して Twitter をやっていますが、思うように伸びていません。 SNS はどうやるのがいいのでしょうか、という質問をいただきました。まず結論から言います。結論から言うと、 SNS で交流するだけでは集客にはほとんどつながりません。なので今日は SNS 運用の3つのポイントっていうのを解説していこうかなと思います。主には個人ブログの話ですね。はい、まあ、企業さんとか実店舗向けっていうよりは個人ブログを対象にした話だと思ってください。で、ブログ×ツイッターである程度結果を出せているっていうのが、まあ僕ですね。はい。何かっていうとですね、まあ一番みんなに知ってもらってるのはアフィリノートですね。はい、ブログとかアフィリエイトの情報発信しているブログなんですけど、これ実はね、もともと SEO っていうのは全然やっていませんでした。開設した直後っていうのは SNS からの集客しかなかったです。でも SEO なしでも、その SNS からの集客だけで、まあ、開設4ヶ月ぐらいで月100万円以上の利益になっています。はい、で今の僕のフォロワーが1万8000人以上いるので、まあまあある程度こう経験に基づいたね、有益な話っていうのができるかなと思うので、ブログ ×SNS でどういう運用方法をねやっていったらいいのかっていうのを悩んでる人はぜひ最後まで聞いてください。はい、で最初にですね、 SEO ×SNS が重要だと言われている理由をちょっとだけ解説しようかなと思います。で、理由2つですね。 SNS とを使っていった方がいいよって言われている理由2つあって、それ何かっていうと、 SEO の難易度が上がっているっていうことと、 SEO のアップデートが頻繁にあるっていうことですね。はい、もうこの辺に関しては僕の動画でも散々話をしてるので、詳細に関しては割愛します。まあでもまとめるとね、個人ブログでお金稼ぐっていうのはすごい大変だよっていう話です。はい、もうめちゃくちゃざっくりまとめると、今までのブログとかアフィリエイトってもうほとんど SEO メインだったんですよ。要するにブログとかアフィリエイトでお金を稼ぎたいと思えば、 SEO から集客をしてお金を稼ぐっていうやり方しかなかったです。まあどのぐらいかはわからないですけど、8割以上が SEO からの集客に依存していたんじゃないかなと思います。はい、でもそのやり方だと今からは稼ぎにくいし、もう将来の見通しも立たないような時代になってるってことですね。それはさっきも言った SEO の難易度が上がってるし、 SEO のねアップデートっていうのも頻繁に来るからですね。で、 SEO×SNS でなんとかこう収益を立てていくとか集客するっていう人が増えてるってことですね。ここの背景をまずしっかり押さえておいてください。これある程度ブログとか SEO やってる人だったらもう今更何言ってんだっていう話かもしれないんですけど、今からねブログを始めたいとか SEO やりたいっていう人だったら、この辺の背景分からずに、あ、 SEO って記事書き続けてればそのうち上がってお金稼げるんだみたいな感じで思ってる人もいるので、まあそのやり方するとすごいしんどくなっちゃうので、そういうのやめましょうっていう話です。で、今ね、その SEO がしんどいから SEO だけじゃなくて SNS もやる方がいいよっていう話をしたんですけど、ぶっちゃけですね、理屈はその通りなんですよ。理屈その通りなんですけど、じゃあ現実それがうまくいってますかって言ったら、ほとんどの人はうまくいってませんね。はい、この動画を見てる人でも SEO と SNS はこう両立してやっていった方がいいからって言われて Twitter アカウント作りました。でもその Twitter がこうブログにね、有効に使えてるかって言ったら、ほとんど使えてません。だからブログもツイッターも全然うまくいってないっていう人がほとんどかなと思います。逆にですね、 SEO でうまくいっている人っていうのはある程度 SNS とかツイッターもうまくいっている人が多いです。これなんでかっていうとですね、 SEO と SNS でやっぱりね共通点があるんですよ。だからどっちかがうまくいっている人っていうのは、まあもう一個もうまくいくし、どっちもうまくいってないっていう人も多いわけですよ。失敗する人の SNS 運用、どういうことをやってるかっていうとですね、例えば自分の Twitter アカウントで自分のブログの更新案内をする、今日はこんな記事について書きましたっていうのを投稿して、あとは知り合いと、まあ、交流するですね、そういうことをやっている人がいます。はい、でもこれほとんどの人がやってるんですけど、失敗する典型例ですね。このやり方をしてて、おそらく
ブログかける SNS でうまく集客できて収益化できている人っていうのはほとんどいないです。まあ、いますよ。中にはいるんですけど、全体の中から見たらほとんどいないはずです。おそらく 1% 以下とか 2% 以下とか、まあ、そんな感じかなと思います。はい。なので、ブログをね、こう SEO に依存して集客するのはしんどいから SNS やんなきゃいけないよねって言って Twitter アカウントとか何か作った人も多いかなと思うんですけど、それってブログやりながら SNS やってればいいわけじゃないんですよ。当然そのブログを収益化するために SNS をやるのであれば、ちゃんと考えていくこととか戦略を組んでやっていかないと絶対にうまくいかないので、今日はねその辺の話を詳しくしていこうかなと思います。で、SNS からの集客でやるべきこと、これ3つですね。で、今回の話は SNS って言うんですけど、主には Twitter を想定しています。で、その3つ、何かを解説していきます。まず1つ目が自分のポジションを明確にする。で、2つ目が有料級の情報を無料で公開する。で、3つ目が1年以上は継続するですね。はい、それぞれで詳しく解説していきます。まず1つ目です。自分のポジションを明確にするっていうことですね。はい、もうこれそのまんまなんですけど、最初に自分のポジションっていうのを絶対に明確にしてください。よくツイッターアカウントとかでね、あるのが、例えば自分は主婦ですとか、あとは、まあ、サラリーマンですとか、どこどこで働いてますみたいなのがあるんですけど、そういうのじゃダメですね。なんでかって言ったら、それただの自己紹介だから、別にツイッターをね、その趣味でやるとか、その気晴らしにやるみたいなんだったら全然それでもいいんですよ。全然そういう自己紹介みたいなものをやってもらってもいいんですけど、それでブログの収益につなげたいとか、 SNS から集客してブログに流したいとか、そういうことを考えてるんだったらそれじゃダメっていうことですね。で、重要なことは何ができる人なのっていうところが重要なんですよ。要するにフォローする理由が必要っていうことですね。まあそのね、主婦っていうのでなんでダメかっていうとですね、ただの主婦でそんな面白おかしい毎日を送れる人なんていないじゃないですか。別に普通に生活してて、例えば子育てをしてますとか家事やってますっていうので毎日毎日すっごい面白いことが起こるかって言われたら起こらないですよね。まあたまにいます。ただたまにいる。そのね、子育てアカウントとかで有名なところとかでめっちゃ面白いのとかあるじゃないですか。旦那さんがこんなことしたとか子供がこんなことしたっていうのを日常的に上げて、それがバズってこうフォロワーさんが増えてる人っていうのもいるんですけど、そんなの一部の一部の一部の話。ほとんどの人はそんな面白おかしい毎日なんて何も起こらないですよね。同じような毎日が繰り返されるだけなので、やっぱりそういうのでフォロワーさんを増やしていくっていうのはなかなか難しいと思います。じゃあ、まあどういう自己紹介というかね、プロフィールにしたらいいのっていう話なんですけど、ちゃんと自分のポジショニングを明確にしましょうっていうことですね。なんで、例えばブロガーとかライターとかデザイナーとか動画編集者とか、あとは図解制作者とかね、何でもいいんですけど、そういうポジショニングっていうのをまず明確にしてください。で、僕のツイッターで言えば、ブログとかアフィリエイトの情報発信に特化したツイッターになっています。まあそこから派生してね、ライティングだとか SEO に関しての情報っていうのも扱っているんですけど、基本的にはブログとかアフィリエイトっていうのがこうメインの軸になっています。僕のツイッターを見てね、子育てアカウントだと思ってる人って多分いないと思うんですよ。まあ僕ね、1歳の娘がいて、たまにそういうことも言うんですけど、ただたまにです。なので僕のアカウントを見てもね、そういう子育てアカウントだみたいなことを思う人いないと思うんですけど、まあそういうふうにね、自分のツイッターはこういう情報を発信してるっていうのが、他の人から見てちゃんとわかるようにするっていうことですね。まずはこれをやってください。例えばどんなのって言うと、無印良品大好きな子育て中の主婦みたいなのでもいいと僕は思っています。ただの主婦よりもアイデンティティわかるじゃないですか。あ、この人無印良品すごい好きなんだなって、だから無印良品とかのね、何かそのいい商品とかそういうものを知ってるのかなっていうのがわかりますよね。まあこのね、例えを出したんですけど、この例え出すとですね、そんなんじゃ弱くないみたいな、なんとかの専門家みたいなのを名乗れってよく言われるんだけどみたいなことを思った人いるのかなと思うんですけど、まあいいんですよ。別にそれはそれでいいです。例えば無印良品大好きだから無印良品の専門家って名乗っちゃっても別にいいんですけど、それハードル高いって思う人結構いるんじゃないかなと思います。そんなに、まあ、好きだけど、でも専門家と言えるほどじゃないよねみたいな、はい、そのぐらいの人が多いと思うので、その人に無理に専門家って名乗らせてもしんどくなっちゃうだけなので、まあそこまでする必要はないのかなと僕は思っています。まあでも無理に名乗る必要ないんですけど、別に名乗れるなら名乗ってもいいです。自分は
無印良品の専門家だと名乗って Twitter とかね SNS で情報発信していくんだったら、それはそれでそういうポジションの取り方だと思うので全然問題ないかなと思います。はい、その辺に関しては自分の価値観とかね考え方とか、まあ、そういうのがあるのでその辺で判断してもらえば OK かなと思います。どっちが正解というのはないです。まあ少なくともちゃんと自分のポジショニングっていうのは明確にしてください。その自分のねただの趣味とか経歴みたいなことだけ書かないようにするっていうことですね。はい、で2つ目が有料級の情報も無料で公開するっていうことですね。ここ一番重要です。自分のキャラに合わせた情報発信をするっていうのを絶対こう軸として考えておいてください。で関係ない情報発信っていうのはなるべくしない方がいいです。なんでかって言ったらそれが機会損失になるからですね。やっぱり一回一回のその投稿とかツイートって見る人が全然違うわけですよ。だからそのツイートをたまたま見たけどもう二度と接触しないみたいな人だっていっぱいいるんですよ。だから関係ないツイートをしたらその人がね、例えば本来はフォロワーさんになってくれるフォローしてくれるような人でも関係ないツイートを見て、あ全然関係ないんだなって言ってスルーされてしまったらもったいないわけですよ。それだったら常に関係ある情報、有益な情報っていうのは発信している方が絶対にフォロワーさんっていうのは増えやすいです。まあ、これはね、ぜひ覚えておいてください。っていうのが、結構フォロワー多い人のツイッター運用とかを見てると、全然関係ない話とかめっちゃしてるから、自分もそういうのガンガン入れてもいいんだって思っちゃう人いるんですけど、それはダメですね。なんでかって言ったら、フォロワーが少ない人とフォロワーめっちゃいる人の立ち回り方っていうのは全然違うから、もうフォロワーめっちゃいる人っていうのは、その情報を求めてきてるっていうよりも、その人自身を求めてきてるんですよ。まあ、要はファンになってるので、だから何を発信してもある程度反応が得られます。例えば、どこどこに行きました、どこどこに旅行行きましたとか、あとは今日のお昼ご飯何食べましたっていうのでも反応もらえるわけですよ。でも、誰かもわからない人がそういうことをツイートしても、やっぱりそれがフォローする理由にもならなければ、そういうところでね、やっぱ有益だと思ってくれるわけでもないので、やっぱりその辺は自分とね、そのインフルエンサーみたいな人っていうのは全然立場とか、今持っているものっていうのが違うので、そこを一緒くたにしないように注意をしてください。発信する情報っていうのは有料級の情報っていうことですね。まあ当たり前の話なんですけど、誰でも知ってるような内容をツイートとか投稿したところでフォロワーさんっていうのは増えません。でこの話をするとね、じゃあどんなものが有料級の情報なんだよと、どんな情報発信したらいいかわからないんだよっていう人もいると思うので、今日はねその辺の話を詳しくしていこうかなと思うんですけど、どういう情報発信すればいいかっていうと、まあ、端的に言うとですね、役立つ情報プラス体験談ですね。そういう情報発信をしていくのがいいです。自分のキャラに合わせた情報発信をしましょうっていう話をしました。で、まあ、それ何かっていうと、例えば、まあ、そういうので役に立つ情報っていうと、ブログの稼ぎ方だったり、あとは子育て術ですね。で、そういうのを発信していくんですけど、これだけだとダメっていうことですね。ほとんどの人がそういう感じのことをやってるのかなと思います。例えば自分が子育てをやってるんだったら、その子育てで役に立ったこととか、子育てで考えたことね。あとはブログでも、ブログの稼ぎ方だったら、ブログはこういうふうにお金を稼ぐといいよとか、ASP っていうのはこういうものでっていう情報発信をしている人が多いんですけど、その情報発信だとダメってことです。なんでそれじゃダメかっていうと、それは本でもネットでもよくある情報だから。別に自分のツイッターをフォローしてもらうような理由にはならないんですよね。そんなもので独自性のあるノウハウなんていうのはまあほとんどないじゃないですか。どこかで見れるものだし、わざわざ自分のところに来てもらわなくても知れるものですよね。だからそういうのをいくらツイートしたところでそんなにフォロワーさんも増えないし、見てくれる人っていうのもいないです。はい。なので一般的なこの豆知識程度ではやっぱりうまくいかないので、そういうツイートをやっぱり積み重ねないようにしてください。独自性の高い役立つ情報発信するにはどうしたらいいかっていうことですね。はい。それをするために役立つ情報に体験談を加えてください。そもそも SNS 何のためにやってるのって言ったら、ブログでお金稼ぐためにやってるわけじゃないですか。有料級のツイートをバンバンしていればフォロワーが増えていくと、もうすごい右肩上がりに増えていくんじゃないかと思ってる人いるんですけど、そんなことないんですよ。継続的に役立つ情報を発信するからフォローしてもらえるってことです。はい。もうやめてしまったら本当そこまでなんですよ。今日のアベメモです。 SNS 集客のためには戦略的に運用することが重要。 1. 最初に自分のポジションを明確にする。
何ができる人なのかフォローする理由が必要。2、有料級の情報を無料で公開する。役立つ情報、プラス体験談を発信。3、1年以上は継続する。これは後半の動画を見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント、高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けています。お気軽にコメントをしてください。コメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しています。よければチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。